83年生まれと検索をすると候補ワードに犯罪と出てくる。そういえば生きてる中で事件の犯人が捕まったニュースに、あ、同じ年の人だと思うことが多かった。私はそれを見ながら学校へ行ったり、不登校気味になったり、友達がいたりいなかったりした。部屋で一人でいる間にも世間は自動的に動いていて、学校に持って行けなかったリコーダーを立てかけた真っ暗な部屋で、世界はいつなくなってもいいと思っていた。自分の天職だと思っていた仕事を体力の限界で辞めた時に、もう何も自分にできることなんてないような気がした。やりたい仕事も希望もなくなってしまった。母子家庭で実家がない私は、この貯金がなくなる前に次の生きる保証を得なければ、自殺しなくても死ぬかもしれないと思った。気持ちが辛くてテレビを見られないし眠れないし、世界なんていつなくなってもいいと思っていた。薄ら笑いばかり浮かべて、うまく会話ができない私は、物事を伝えようとすると焦って一生懸命になってしまう。必死なのダサい。そんなことして何になるの。そんなことしても何も考えじゃん。そして時々笑われて、時々バカにされて、時々私がいない時に悪口を言われる。世界はいつなくなってもいいと思っていた。かつて毎晩毎晩長い日記を書き、ミクシーやテキストサイトを更新し、掲示板で自分語りをし合い、メッセンジャーで悩みを話していた頃に、溜まっていた心のゴミみたいなものが、本当はゴミではなくてあなたの糧だったとしたら、その中にある気持ちが血や肉になる糧だったとしたら、お前が恥ずかしいって笑ったこの私の必死な気持ちが明日の糧になることだったとしたら、文章が削られて視野声も恥ずかしいものになり、 Facebook や Instagram への一枚の写真にいいねをもらい、言葉がどん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 省略されていく毎日の中で、あなたの心に溜まっていく感情の行き場はどこだ。あなたの中に溜まっている感情の行き場はどこだ。でもあなたの心に溜まっているものを言葉に、ここで言葉に、あなたの感情にはちゃんと言葉という居場所があるから、何も素晴らしくない世界で言葉という居場所があるから、すげえ無神経な言葉が飛び交う。傷ついた自分が悪かったのかもしれないなんて思わなくていいよ。たった一言も既読する、たった一回のあいつキモいにも全部傷つくし、嘘じゃないし悪くないし、世界はもうなくなってもいいと思うのは嫌だし、だからここで全部言ってやる。あなたが今まで我慢してきた分だけ全部、私があの時飲み込んだ分だけ全部ここで言ってやる。傷つかない人間なんていると思うのよ。傷つかない人間なんていると思うのよ。傷つかない人間なんていると思うのよ。世界は水面だ。誰かが動けば小さな波が1ミリずつ動く水面だ。最後の手段としてやってるこんなダサい色の雲、それを見た人、聞いたあなたに伝わるかもしれないということ。世界は水面だ。あなたが動けば小さな風が隣の席の人に伝う。世界は水面だ。私が叫べばあなたの耳に嫌でも入る。世界は水面だ。あなたの感情が確かに今日ここにある。世界は水面だ。確かにそこにある感情は言葉にしたらこうやって空気を伝って誰かの耳に入る。あの時亡くなってしまえばいいと思っていた世界は水面だ。今日のこの夜が誰かに伝わるかもしれないということ、あなたにもしかしたら、もしかしたら伝わるかもしれないということ。いつか私をバカにしたやつ、私の声をキモいって言ったやつ、そんなことしても何も変わんないなんてカッコつけてんじゃないよ。こうやってめちゃくちゃな文章を読んで、なんか誰も死ぬな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 ってムキになっている私を、あなたは今見えているはず。疲れそうへ、いつか倒れた時の限界が今の私のスタートで、何度でもやり直しできるなんてあの時は知らなかったし、何度でもまた始められるなんて知らなかったし、健全なライブを続けてやる。言葉を OD しないで生きていくぞ。言葉を消さずに、黙らないで、絶対私は黙らないで。素晴らしき世界でドン詰まって毎日を生きていく。
くて素晴らしい世界でしょ。